ちょっと話元へ戻りますけど、はい、人、はい、人と、はい、まあ、人の話ですけど、はい、まあ、あんまりこの文取りの話に無理やり持っていってもいけないとは思いますが、はい、要するにその、まあ、文系理系という言葉がいいかどうか分かりませんけど、まあ、自然科学的に扱うとこのカタカナの人で、まあ、人文社会科学系に考えるとこの漢字の人っていうことになって、やっぱりその先生の頭の中では人社と自然科学っていうのはこう対象の違いっていうか、同じ対象だけでもやっぱり対象をこう分けて考えているっていうイメージですかね。そうですね、見てる角度というか見てる側面が違うっていうイメージで考えてます。だ、例えばこう一つの山を見るときにこちら側から見るのとこちら側から見るっていう違いかなと思っていて、そうすると見えてくる景色というか山の様子も随分違うと思うんですけど、そんなものかなと思っていて、なのでこちらから見える山は例えば富士山は赤かったら赤富士っていう、そうじゃなければただの富士山っていうのと一緒で、それが生物学的な目で見てたら私は人ってカタカナで書いていて、まあ、それがそのもっとそういう体の形であるとかその生物種としての話から外れたら私は漢字の人で表してるんですけど、どっちもあるのがその人という存在なので、どっちもひっくるめて話すときはひらがなの人を使うようにしてます。これですね、はい、これについては多分どちらもなんていうの、これっていうイメージがないと思うんですよ。ひらがなの人はこれっていうイメージが世の中にまだ先行してないので、ひっくるめてこっちにしとこうと思ってます。こう、まあ、それをつなぐのはもちろんその現実に存在するこのひらがなの人っていうことだと思うんですけど、こう先生の頭の中でこうなんていうんですかね、融合っていう言葉は良くないのかもしれないですけど、常になんかこうそれを一つ同じものとしてこう考えているっていうイメージなのか、やっぱりあくまでもこう二つの側面からなんか見ていくとなんか新しいものが見えてくるかなっていう、そんな感じなんですか。あ、そうですね、視野は無理にこう混ぜんでもいいと思っていて、見方が違って見え方が視点が違って見え方が違うっていう、もうそれでいいと思っています、正直。で、まあそのね、その研究者でいられる時間にこうどれだけ複数の視野が獲得できるかで見えてくる景色がこう増えてきて、それでいいのかなっていうふうに思っています。なんかこううまく言えないんですけど、いやいや、なんていうか、尻尾の研究をしている研究者がいるわけですよね、他にももちろんいらっしゃる。あんまいてないんですよ。あんまいないんですか。いや、世界で先生だけみたいな。多分、まあ、そう、多分両方、まあ、いわゆる文といわゆる林の両方の尻尾をやってるのは私だけで、人間の尻尾をやってるっていう人は私の他にもう一人しかいないんです、生物でやってるっていう。まあ、ちょっと尻尾に限定すると確かにそうなっちゃうかもしれないですけど、まあ、世の中の研究者をの中でこっちを研究している人って莫大にいますよね。います、います。でこっちをやっている人も莫大にいますよね。います、います。でそういう人たちの、まあ、塊みたいなものが今あって、でそこの、まあ、やっぱりバラバラにやっててはあかんだろうみたいなのがやっぱりあると思うんですけど、それをこうなんか今後つないでいくような、まあ、ヒントみたいなものがこの尻尾にはあるのではないかと、まあちょっと大げさに言うとそうですね、そういうことじゃないかと思うんですけど、はい、今こうやってその人と人がこう分かれてこう研究されている状況みたいなものに対して尻尾ロジー学者としてですね何かこうアドバイスのものはないですかね。難しいことをおっしゃいますね。いや、どうなんでしょう。私はその何ですかね、こうカタカナの人だけをやっていることとか、あるいはその漢字の人だけをやっていることっていうのが、まあ、例えばなんか極端な話、それが
悪いと言っているわけでは決してなくって、まあ、いろんな人がいていいじゃないかっていうのが私の考え方なんですけど、今まではその、まあ、こっちはもう十分研究されてきた、こっちも研究されてきたんだったら間をつなぐ人が、まあ、必要でしょっていうことで、私はそのぐらいの立場でやってるつもりなんですけれども、もうアドバイスなんてそんななんかいいこと言えないんですけど、いやいや、まあ、ちょっとアドバイスってなるかもしれないですけど、なんかこう新しい視点のような、例えばそれ一方だけじゃなくて他のこういうところでもこの、ね、ひらがなの人に対してこうもっと こういう側面からこういう側面からある一つの人間 その何かを見ると、ただ髪の毛をそういう面で見るととか、例えばですよそうなんかこう新しいものがこう研究みたいなものが出てくるような気がしますけどね。髪の毛老人じゃないけどとかなんかそうですね、人っていうものに対してってことですね。いや、まあ、人だけではなくてもいいですけど、世の中のもの全て難しいな難しいですね。私は、まあ、人だったら難しいな。例えばいつかやれたらいいなっていうか、いつかそういうのやってくれたらいいなって思うのは、その実際の考古学的な、例えば資料で出てくる埴輪みたいな、こう本当に抽象的に人の顔や姿を表しているものと、当時 その例えば人のもし人骨資料なり何々が出てきた時にそれと一体どういう関係があるのかとか、そういうのって何かこう分かったりしないのかなってうっすらうっすら思っていたりとか、その例えば考古資料っていうものがあって明確にその形が観察できるものっていうのはあんまりその生物学的にこう、うまく研究できてるのかなって、私が知らないだけかもしれないですけど、そういうものがあったりとか、あるいは人に限定しないのであれば、今本当に理系のど真ん中だって思われているような学問にこそ、なんかそういう戦史時代に残、戦史時代じゃない、古い時代に残されたその資料っていうのを読む目を持ったらもっと面白いのになっていうのを思ったりします。例えば天文とかはすごくその中国の歴史書だったりとか日本書紀だったりっていうのが、もっとこうそういう知識があってもいいのになと、あるいはもうもっとこう時代は下りますけど天動説地動説の話をもっとみんな知っててもいいのになと思うんですけど、天文の研究者の方あんまりその話をしても乗ってこなかったりとかするので、なんかもうちょっとこうみんな古いものに興味持ったらいいのになっていうふうには思いますね。いや、その天文の人が乗ってこないっていうのは どういう話ですか？なんかあんまりその多分今まで気にしたこともなかったんだと思います。その、まあ、宇宙自体がそもそも膨大なこう研究対象があって、もう銀河を調べてもいいし星を調べてもいい、それこそ無限の宇宙なのでやることがいっぱいあるんだと思うんですけど、その地球の中で行われてきた、どういうふうにこう地球の人がどういうふうに宇宙を見てたのかっていう視点が意外と持ってる人が少ないのかなって思って、ちょっとこう驚いたっていうのが最近の経験であって、まあ、昔の人がどう空を見たのかっていうことにみんな全然あまり興味がないっていう、そんな感じ。そうですね、なんかこう宇宙のどこまで遠くが見えるのかとか、宇宙の始まりはどうやったら見えるのかっていう、みんな視線の先がどん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 宇宙の先の方に行ってしまっていて、そのなんていうのかな、地球から見てるんだっていうその足元を忘れてないかなっていうのを少し思う時があります。なんか地球から見てることに意味があるんじゃないのかなって思うんですけど、なんかこううまく言えないんですが、皆さんでも本当にご存じないんだなっていうのをびっくりして、何ですかね、例えばその先生に以前教えていただいたお墓のこう壁画に星座が書いてあるとか、あれ日本でもあって、キトラ古墳なんかだとすごく綺麗な星座の絵が天井に書いてあるんですよね。だから当時の人にとって星を見るっていうのはすごく特別なことだ、日常でもあり特別なことだったと思うんですけど、そういうこう人間はどうしても夜空を見上げちゃうっていう、その人間としての立ち位置というか、地球から見てるんだっていう、そういう意識ってあるのかなってこう不思議に思います、天文の方を見てると。いや、昔の人がその空をどんな形で見てたのかっていうのは結構難しい問題ですよね。僕らの世界だと、まあ、例えば歴史家、昔の歴史家はもともとの仕事は歴史を書くのと同時に空を観測するのが、まあ、仕事だった、司馬遷の四季がなんとかっていうのは、そういう話でもあるんですけど、まあ、占いにもものすごく重要なものでもあるし、
すごい大事なものだったわけですよね。今の人たちが、まあ、今はもう星が見えませんから、そうですね、あれですけれども、まあ、見てた感覚は多分まあ全然違うでしょうね。そう思います。なんかそれはまさに尻尾も一緒でっていう、なんか昔の人がどう見てたっていうのと今の人がどう見てるっていう感覚は結構違うというか、それに思いを馳せるとなんかもっとこう別のことが見えてくるのになっていう。なるほどでねですね、今の話は。いや本当すいません。いやいや、その尻尾が辿ってきた歴史っていうか、尻尾が辿ってきた歴史もそうだけれども、人がこう尻尾をどう見てきたのかっていう歴史も、まあ、あるわけで、壮大な研究ですよね、やっぱり。まあ、それを一人でやられちゃっているわけですけど、いやちょっと話を戻しますけど、その対象、同じ一つの対象をこう、まあ、理系的な目で見て文系的な目で見てってやるんですけど、その文系的な目で見てっていうことと理系的な目で見るっていうのの違いっていうか、僕ら簡単にこっちは文系的こっちは理系的と、まあ、ものすごく簡単に切り分けて、今の話もものすごく簡単に理解できるというか、非常に分かりやすく理解してしまっているんだけど、本当にそれスパッと分かれるもんなのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますね。難しいですね。もちろんだから自分の専門が生物学を学んできて生物学的な手法でっていうことになるんだけど、そうすると生物学的な手法というものと人社的な手法の根本的な違いは何ですかみたいなことをもし聞かれたら、あー難しいですね。生物の基本は形を見ることだと思っていて、どれだけ、まあ、なんていうんですかね、こう形を見る目を養えるのかっていうのが生物のアプローチの、まあ、基本であり究極的なところかなっていうふうに個人的には思っているんですけど、人文学的なアプローチで扱う内容って必ずしもそこに明確な形があるわけではないことがあるなっていうふうに思います。もちろんその文字として書いてあるっていう意味での形はあったり、絵として表されていたらそこに絵としての形はあるんですけど、もっとそうじゃないものを読み取らなきゃいけない、そこから何か読み取らなきゃいけない、まあ、生物でいうその形を読むっていう、それに相当する形っていうのはまたちょっと意味合いが違うんじゃないのかなっていうふうに個人的には考えてます。まあそうするとでも今その形を写し取るっていう話が出て、いやまあそうしたら人物画と一緒じゃないかみたいなことに、まあまあ、そう考えてしまうんですけど、やっぱり生物の人も絵描くんですね。描きます。どんな絵を描かれるのか、まあ、よく分かんないですけど、なんかそのスケッチなんかをするのが、まあ、ベースだっていう。そうですね、はい、スケッチを、生物のスケッチをやろうと思うと、そのただ見えてるだけではスケッチが描けなくて、やっぱりその見る、能動的に見るっていうのがすごい大事になるんですけど、まあ、そうやって能動的に見ることによって、多分見て描くことによって形を理解して その、まあ、それを例えば比べたりとか、より詳細に分析したりっていうことができるのかなっていうふうに思います。なんか単に絵を描くっていうよりも、それはまあ多分いろいろなご意見あると思うんですけど、個人的にはこう見ながら書くことで自分の中にその理解する、すごい大事なステップなのかなと思います。確かにそれは絵の方でも、むしろ欠けているようにしか君は見えてないっていうことは、うん、まあ、まあ言いますよね。なんかうまく書けませんって、まあ、要するに君は見えてないから、見えているものしか書けないっていう、まあ、だからこう見ることと、まあ、自分の体を動かして描くっていうことも何か重要なんですかね、生物学では。そう思います。いや、その生物学にそのスケッチが必要だっていうのはなんかへーというふうに思うんですけど。まあ、いろんな生物 の、 そのアプローチがあるので、一概にとは言えないんですけど、まあた、うん、そうですね、私がやっている生物学的なアプローチではやっぱその形を理解して描くっていうのはすごい重要な話ですね。いや、まあ、ちょっと完全な余談かもだってカットかもしれないですけど、いや要するに自然科学と人文社会科学の根本的な違いは何って聞かれた時に、いや難しいですよね。そんなこと簡単に言ったって分かんないんだけど、昔
僕教養部っていうところにいたんですけど、はい、最初就職したところが。でそこにあの科学史の先生もいらっしゃって、まあ、科学史は、まあ、人文系かもしれないですけど、まあ、理系の先生とかも仲良くやってて、まあ、その中での話なんですが、あのカニ味噌ってあるでしょ。カニ味噌好きですか。カニ味噌も好きです。ああカニ味噌はなんであんなに少ししかないのっていう、そういう謎謎なんですよ。はあ、聞いたことないですか。初めて聞きました。いや、なんでですかね。捕まったカニがバカだからっていう答えなんです。なるほど。いやもちろんだからあのカニ味噌は脳味噌ではないっていうのはまあ当然なんですけど、脳味噌にそのまあ例えて捕まったカニがバカだ。でこの答えが、いやもうお分かりだろうと思うんですけど、この答えの味噌はそのカニがバカだからじゃないんですよね、うんうんうん、捕まったカニがバカだから。つまりそのこれが自然科学のそのなんていうか考え方をものすごくよく示しているっていうふうにその先生に言われたんですよ。でどういうことかって言ったら、要するにカニはあの頭が悪くて脳みそが少ししかないという仮説を立ててカニを捕まえる。でパカッと開けてみるとやっぱり少ししかない。でまた捕まえてみる。でそれを100回繰り返す。で100回、まあ、いわば仮説に基づいて実験を100回繰り返す。でどのカニもやっぱり少ししかないっていうことからその仮説は証明される。で101匹目を捕まえてもやっぱり、まあ、小さいものしかない。で、まあ、それでまあ証明されるわけですよね。だけどその101回目に捕まえたカニが小さいっていう、あの脳みそが少ないっていうことをその仮説をこう、まあ、証明してるんですけど、その証明を成り立たせている根拠としてはこの100回の実験というか、それが支えているのであってっていうことですよね。そうです。で要するに海の底の方には賢いカニがたくさんいてその人たちは絶対に捕まらないので、人間はもうそのカニ味噌は小さいっていう、そういう真理だと思って、いやそれが自然科学だっていうふうに言われたんですよね。そうですね。でいやそういうのを聞いて自然科学者は、その人は自然あの科学者の先生だったからあれなんですけど、自然科学の先生は この話どうなんですかね。でもなんかあの、まあ、アイロニックだなとは思いますけど、でもそうだとは思います。その扱ってるデータの種類が違うなっていうのはよく思います。その、まあ、やっぱり生物、特に私がやっている分野っていうのは1だけ1個体だけ調べてっていうのではなくて、やっぱりその信頼、ある程度信頼性が保たれるような数測るなり、あの検査するなりして、例えばそこで101匹目のカニがすごいカニ味噌がリッチだったとしても、それはまあちょっと例外というか、まあ、外れ値もあるよねっていうような話になってしまうのが自然科学なんですけど、多分人文だとそのスカスカのカニがいるのとカニ味噌リッチなカニがいるっていう、そのデータの0、1というか有無っていうのがすごい大事なのかなって思うんですよね。なんか何例の文献にそれが書かれているかっていうよりも、こういった文献に記載があるっていう事実の方が大事で、そういうデータを扱うのが人文、なんか扱うデータの種類が違うので、あの話というか同じ土台でこう話すときにそこを理解して話さないと難しいなっていうふうに思います。うん、いやまあちょっと むしろ僕はあの今話題を振られて、じゃあ人者は今のカニ味噌の話をどう考えるのかっていうことになって、うん、ってこうまあ困ったんですけども、いやまああの半ば余談なんですが、あ僕は謎謎すごく好きなので、あの世界で一番大きい会話っていう謎謎あるんですよね。で僕ら子供の頃はあのバカガイっていうですけど、でもなんか調べてみると大シャコガイかなんとかっていうのがなんか大きいっていうんですけど、うん、いやそれも謎謎でも何でもないのでで世界で一番大きい貝は世界なんですよね。そうか。でこれはでも僕出てくる前にちょっとネットで調べたんですけど、子供用のあの謎謎のページにちゃんとあの世界で一番大きい貝はっていうとひらがなで世界って書いてあるので子供も知っている。でも結構よくできた、うん、謎謎だと思うんですね。世界で一番大きい貝は世界だ、世界より大きいものはない、うん、で世界の概念っていうのをこうものすごく簡単に説明しているで、その
もう一つあるんですよ、実はその世界で一番大きい貝は。でそれ何かっていうとでかいなんです。でそれは単なるジョークのように見えますけどこれはでも基づくところがあって、あの老荘思想の老子ってありますでしょ、はい、で老子は、まあ、道を説いた。で道って何かって言ったら、道っていうのはこれが道だというふうに言えるような限定的なものは道じゃない、道っていうのはもう無限定な存在だ。でそこから解き始めるんですね。で、まあ、道ってそういうもんだ、だから概念化できないわけですね。こういうものですっていうふうに概念化はできない。でなのでも話題にするときに名前がないと、まあ、しゃあないなっていうことで、まあ、しょうがないので、まあ、道というのをまあ仮の名前として、まあ、つけた。でもどうしても名前概念化してくれっていうふうに、どうしてもって言われたら大きいっていう、大だっていうふうに言ってるんです。つまり道っていうものは大だっていう。で道っていうのはでも世界そのものであるわけですから、あのでかいっていうのはそのちゃんと老子に基づくあの謎々なんですね。なるほど。だから、まあ、まあそれ自由よくやるんですけどあのさっきのカニ味噌の話も単なるまあ謎々ではありますが、自然科学の、まあ後からちょっと沼田先生に何かまたあの言われるかもしれないですけど、だからまああのいずれにしてもこの人と人っていうこう2つの側面から考えるっていう、これは何かでも広がりみたいなものがこう出てくるんじゃないかなというふうに思いますけどね。もうすごくだからイメージ的には分かるじゃないですか、あの一つのものをこうこっちから見てこっちから見てっていうのは必要でしょ。でも実際にそれをどうやってやるのかって言われた時に、まあ、手法もありますしね、うん、そうですね。だその手法も実はそう全く違うように見えて、実は生物学的の人もスケッチするし、うんうん、まあ美術史家っていうかルネサンスの人なんかでももちろん、まああの人らは科学者なのかその画家なのかよく分かんないですけど、そのあたりちょっとまあ考えてみたいなと思いましたが、何かこちらも定見があるわけでもなく。はい、まあ、つまんない話をたくさんしてしまいましたけども何かこう感じられたことでも思われたことでも何でも結構ですので、はい、いやその私は、まあ、研究対象は尻尾っていう一つでずっとやってきたんですけど、そのできるだけこう視野を広くこう捉えなきゃいけないなっていうふうに心がけて、まあ、やってきたつもりではあったんですけど、それでもやっぱりそのあこの視点は足りなかったとか、まあ、そんな風にこう考えられるんだっていうのを宇佐美先生と対談させていただいて、そうすごいたくさん気づきがあって、こう目から鱗な気分でした。本当にあの例えばあの尾の漢字っていうのも、あのカバネに毛だっていうのも知らなかったですし、あとその先生にこう言われて初めてこうあそうかって、そのカニ味噌の話も私はすごくあの印象的でしたし、もう少しこう、まあ、どうしても自分のやってることにこう目先が向いてしまうんですけど、もう少しこう対極的な目で自分のこう研究これからどう持っていくのかとか、あるいはこれから若い世代に伝えるときに、その私は尻尾が楽しいからそれでよしじゃなくて、こう、まあ、どういうふうにこういういろんなアプローチを組み合わせることにどういう意義があるのかとか、それで何が見えてきそうなのかとか、そういうのをもう少し言語化して説明できるようにならないといけないなっていう、こうあの反省点もいただいたような気がしてます。ありがとうございます。僕はでもあの話の中でも出しましたように、こう先生の考えておられる研究のこうスタイルみたいなものが持つ広がりっていうんですかね、それをこれからなんか、いろいろこう考えていきたいなと思うと同時に、私自分でこの人と人の話を振っておいて、結局自分もまあ分かってないなっていうか、その2つをこう2つの側面から考えるっていうようなことを どうしたらいいのかとか、まあ、カニ味噌の話もそうですけど、結局じゃあ人者の方はどうだって言われた時に、とかちょっといろいろ考えさせられました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。